今節はオール白星での優勝戦ポールポジションです。手応えいかがですか？はい、まあ、結果はいいとして、まあ、そこまで茨城らしいにはなってないと思いますけど、はい、どのあたりに特に課題を感じますか？まあ、全体的にもう少し船足底上げできればいいのかなと思いますけど、ね、その中でも少しでも良さを感じる部分というのは、まあ、バランス型ですし、たんまりもいいと思いますし、そこら辺はいいと思います。明日1日何か調整はお考えですか？プロペラ中心に調整していきたいと思います。今節のスタートの見え方についてです。まあ、あまり早いのはいけてないんですけど、責任持ってスタートをいきたいと思います。お正月レースは過去に6回制しているレースです。最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、あと一層です。もう来てきます。よろしくお願いします。モーター47号機都のエース級モーターと言われています。手応えどう感じてますか？いや、もうエース級です。はい。どのあたりに特に良さを感じますか？まあ、基本的に全部いいんですけど、特にセカンドからの足はもうすごいですね。はい。では特に課題を感じる部分はないと？ないです。ですと明日1日どう過ごしましょう？いや、まあ、壊さないようにですかね。はい。スタート感についてですが、今節どうですか？そうですね、ちょっと風が強かったり強弱あるんで難しいのは正直な気持ちです。はい。優勝戦2号艇です。ピットマダレコース取りいかがでしょうか？まあ、ピットマダレ一緒なら、はい、2コースになると思います。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。そうですね、まあ、精一杯やって頑張ります。お願いします。今節ここまでのモーター評価を教えてください。エンジンがいいですね。で、ちょっと初日だけいろいろセッティングが良くなかったんですけど、それ以降はすごく満足してレースしています。どのあたりに良さを感じますか？ターンの感じとかバランス取れて全体がいいです。では課題に感じる部分というのはなさそうですか？ないですね。はい。では明日1日何か調整はお考えでしょうか？プロペラの少し回転だけしっかり合わせるだけです。今節のスタートの見え方についてはどうでしょうか？ちょっと風強くてね、難しいんで、まあ、スローの方がやりやすいです。明日は3号艇です。ピット離れいかがでしょうか？ピット離れもいいですね。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかりレースします。最近連続輸出しているモーターを手にしていますが、気配いかがでしょうか？足はいいです。どのあたりが良さそうですか？タンマル中心にいいです。逆に課題に感じる部分というのはありますか？もう特にないですね。ですと明日は何か作業はお考えですか？いや、今いい状態なんで、この状態で、はい、いきます。今節のスタート感というのはどうでしょうか？ちょっと風で難しいですけど、まあ、明日頑張っていける範囲でいきます。明日4号艇です。ピット離れコース取りいかがでしょうか？もう近辺でいきます。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかり準備していいレースします。応援よろしくお願いします。ここまでのモーターの仕上がり、手応えはいかがですか？バランス取れて上位だと思います。その中でも特に良さを感じる部分というのはありますか？出足、周り足関係ですかね。ですと明日は一日何か調整は？いえ、何もしないです。消耗品の交換ぐらいですかね。今節のスタートの見え方についてはいかがでしょうか？結構早いんで、まあ、気をつけながら遅れないようにいきたいと思います。優勝戦は5号艇です。ピット離れコース取りいかがでしょうか？もう枠なりですね。最後にファンの皆様に一言お願いします。一生懸命走ります。応援お願いします。モーター17号機仕上がり、手応えを教えてください。最初もらった時とちょっと調整変えて、まあ、伸び方やったのを手前に持ってきて、出足引き足系はいいと思いますけどね。はい。かなり上積みがあったような感じ。上積みっていうか、モデルチェンジした感じですね。はい。課題に感じる部分というのはこのモーターありそうですか？エンジンに関してはないですね。はい。ですと明日の調整は？まあ、気温に合わせてっていう感じですね。はい。今節のスタートの見え方についてはどうでしょうか？いや、もう2回助かってるんで、明日はちょっとぼちぼちいきます。優勝戦6号艇です。ピット離れコース取りいかがでしょうか？もう南がうちなんで、南ピットでいいんで、もう出ることはないと思うんで、もう6コースだと思います。はい。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。一生懸命頑張ります。応援してください。